中頑張れ、応援に来て、ちょっとスタートしました。スタートが遅れたみたい。ほら、いけ、誰か、どっちだ。子供ですよね、これからもっとできないし、いただいたらじゃあこんにちは。いやね、早いね。早いですね。やってきましたね。やってきましたね。あの期待馬が最強血統やと言われてたね。最強血統です。うん、あの期待馬がなんと9月16日、うん、土曜日に、はい、阪神、うん、芝1008メートルの2歳未勝利戦に、はい、出走することが決定しました。あの馬というのは。ベラジオはるかです。お父さんがね、こう絆で、はいはい、お母さんがエリモはるか、はいはい、うん、成田トップロード、8時、うん、最強決闘ですよ。最強決闘がね、はい、まあエリモシューティング、エリモ、ね、はい、エリモ軍団のね、こう決闘、はい、引き継がれた馬がね、はい、いよいよ出てきます。また。はい、ね、この馬だからね、この前。小倉でデビューしてね、はい、まあ、僕はちょっと行けなかったんですけど、はい、パドックではね良かったでしょ。良かったです。で、はい、で梅村先生もねパドックではねなんかすごい表情が緩やかで、はい、笑顔やったっていうことも聞いてたんですけどね、はい、うん、あ、それって自信ある証拠なんていうのはこっち側がね、うん、勝手に解釈してたよね。すみません。ね、はい、でもやっぱね小倉ってその時ね、うん、結構暑かったでしょ。暑かったです。猛暑でした、うん、ね、はい、やっぱりね小倉ってやっぱ小回りなんでね、うん、まあちょっとね、うん、そういうのもね懸念は、まあ、輸送もあってね、はい、懸念はしてたんですけどね、はい、今回ちょっとね正直あの2歳未勝利戦になってねライバル関係はまだちょっと未知なところが多いんですけどね、はい、大きいのが阪神競馬場に変わることは大きいね、はい、うん、今月からね、はい、阪神開催ですよね、はい、中山と阪神かな、うん、言うたら開催になってましてね、はい、9月になってね、うん、だいたい今でもまあ暑いですけども8月ほどではまだ ね、 そうですね、うん、はい、ないとは思いますんでね、今週末のレースになるんですけどね、はい、小倉競馬場ってねちょっとね動画でも説明したんですけど、はい、中央競馬場の中でやっぱ小回り、うんうんうん、小回りなんですね。そう、はい、小回りなんですよね、はい、コーナーもやっぱりちょっときついっていうかね、はい、うん、あの園田方じゃないですよ、はい、阪神競馬場っていうのはね、うん、阪神芝線8って言いましたらね、はい、スタートしてから阪神外回りのこうワンターンで終わるんですけど、はい、その3コーナーぐらいまで入るときにね、はい、600メートルぐらいあるんですよ、それが、はい、距離でしたらね、そこからコーナーに入っていくときのすごいこう、うん、はい、広いんですよね、はい、緩やかっていうかね、はい、緩やかなカーブで最後直線に入って、うん、で最後ゴール手前のところで高低差 1.8 メートルぐらいのね、はい、急坂があるっていうのが結構有名なんですけどね。勾配、そうそう、坂ね、坂のあれがね、きついね、あ、きついきつい、うんうんうん、阪神もやっぱきついよ、うん、でも一番阪神競馬場の特徴としては、うん、こう、まあ、どの馬もそうなんですけどね、コーナーまでの直線が長いっていうことと、あと、はい、まあ、言ったらコーナーがすごい緩やかなんでね、はい、で緩やかなこう下りになってるんで、はい、すごいレースがしやすいっていうかね、はい、まあ、そういうのはこうコース形態になってます、うんうん、これ何が言いたいか言ったらね、はい、結構実力を発揮しやすいコースではないかなとは思ってますけどね、うん、はるか自体はね、うん、あれ結局2番人気だったの知りませんね。そうです、ね、ね、2番人気な時でも、うん、意外とね、はい、ってなったけどね、うん、2番人気っていうかね結構人気してるねって、ね、そうですね、うん、煽りすぎって言われました。そうそう、 YouTube とかねそんなんでも人気するのかね、はい、でもね、はい、こう本当にでも期待はしてたんでね、はい、っていうのもね、やっぱあの馬って去年のね9月ぐらいからもう乗り込んでるんですよね、はい、結構早めにね、うんうんうん、で結構その時の新聞とか評価してる方からも全部情報入っててね、乗り込み量がやっぱ半端ないと、はい、で追い切りのタイムとか調教タイムもやっぱり結構動くんですよね、うん、あの馬ってね、はい、そんだけこなしてきたってね、はい、他の馬と違ってやっぱり経験は積んできてるんで、うん、結構そういうのもあって、うん、そういう動きもいいじゃないですか、はい、人気したんですけどね、はい、でもねスタートからねバーン出遅れてねまあさすがにね芝で出遅れっていうのはね結構中央競馬の芝ってやっぱスピード競馬なんでね、はい、なかなかやっぱ止まらないんでね、うん、出遅れはちょっと結構致命的だったんですけどね。でもまあ、ね、本当に強かったらそこから差し切りもあるんですけどね、うん、強引にでもね、
でもまあ大体あのレースっていうのは関係者様から聞くとね、出遅れてもうその時点で馬がちょっとこうあたふたしたっていうかね、うん、そうですね、なんか言ってました、うわーってなって、はい、こうどこに、うん、どうしようどうしようどうしようっていうまま終わっちゃったらしいですよ、うんうんうん、だからねまだまだその2歳っていうことで、うん、もう子供なんで、はい、それも結構範囲にとしては上がってるん で、はい、でそれがねこの8月のその小倉競馬から約1ヶ月ぐらいですかね、はい、の感覚になるんですけども、うん、まあそこからまた課題を克服するための調整を組んで、はい、この阪神の芝生八ですよね、はい、まあ、これに挑んでいくっていうことなんでね、はい、これはこれでね本当にねまた前走より本当にね着実に良くはなってるとは言ってるんでね、はい、また楽しみな一戦ですね、楽しみです、うん、はい、かわいいですね、はるかは、なんでですかね、はるかだけなんかもかわいい、かわいいですね、うん、なんかね結構かわいがりすぎてるっていうね声も聞くけどね、うん、かわいがるっていうのはどういう意味なのかなっていうのはちょっと、ね、僕もわからないですけどね、はい、はるかがねこれもし勝てばなんですけどね、はい、全然まだまだ間に合うんですよ、うんうん、年末に阪神ジュベナイルフィリーズっていうね、はい、G1 があるんですけどね、はい、2歳芝1600のね、はい、それも阪神なんですけど、はい、まあ、全然まだまだ間に合う時期ではあるんですけどね、はい、ただちょっとやっぱりねこう気象ってね、うん、いろいろこの動画でもねご説明させてもらってるようにね、はい、いわゆる調教がそのままレースに直結してくれたらいいんですけど、うん、まあ、そういうのも見てるんですけどね、そういう馬じゃない馬もいてるんで、やっぱ時間かけて、はい、要は徐々に徐々に経験とかこう成長とかね、うん、そういうのもやって馬が覚えて、うん、うまくレースができるっていうケースもあるんでね、はい、だからそれがねこう2戦目でほんならすぐできるか言ったらね、できたらいいんですよ、はい、できたらいいんですけど、なかなかそんなにうまいことねいくかどうかはやってみなければわからないんでねそうですね、うん、何より前走よりかも成長したはるかを見せれて無事完走ね、そういうのをまず、はい、ちょっとね期待したいなと思いますけど ね、はい、まあ、勝てば確かにいいんですけどね、うん、最初負けた時から、うん、この馬は 4,5 戦は見てくださいとおっしゃってましたね、うん、はい、ちょっと言われてたんでね、はい、まあまあそれがね、うん、でこの動画でねまた人気めっちゃ、その日めっちゃなくなったらねちょっとええと思うけどねでもまあそういう意見は、その意見はだからね、はい、馬ってやっぱ生き物なんで、はい、ね、今もね結構調教やっぱええらしいですよ、うん、うん、いつ勝ってもおかしくないぐらい の、動きはしてるらしいんですけどね、うん、あとはもう審議体、はい、ね、審議体の中でも審と義かな一番審やけどね、はい、うん、でもねやっぱ女の子っていうこともあるんでね、うん、まあまあ男性も女性も一緒かなそれは、うん、まあぜひね、はい、ちょっと頑張ってほしいなとは思ってます、はい、うん、なんかあるいや、はるかは本当に特別可愛いんですよね。何ですかね。前のレースでも負けたけど、みんなさん笑ってましたよね。なんか、和やかで。でもやっぱり中央馬なんで、勝ってこそっていうのもあると思うんで。うん、まあでもやっぱりね、馬券をね、買われてる方もいる。買ってね、応援されてる方もいるんでね、はい、やっぱりその可愛かっただけでね、そうです。こう終わらせるわけにもいかないんでね。そうです。うん、まあ、ちょっと次も馬券は控えめにちょっとできれば、いや私は買いますよしっかり、いや買うけども額はちょっと気をつけないと ね、 うん、はい、ね、ちょっとほんまに勝負したのかっていう馬もいますけどね、はい、そこはあの、はい、ちょっとまた考えていただいて、はい、2戦目なんで、そうそう、はい、全然ね応援していただけるだけでありがたいんで、うん、もう、はい、まあ、ぜひちょっとね、はい、うん、楽しみにしておきましょう、はい、当日、はい、ぜひ、はい、ベラジオはるかの応援よろしくお願いします。お願いします。さよなら。And the beat drops.